前10時7分です。およそ50人の捜査員が事務所に入っていきます。逮捕されたのは唐津市材木町の指定暴力団同人会系幹部中山組組長の中山雄二容疑者65歳です。中山容疑者は2月県内の70代の女性に対して払うとは払ってもらわんばこのままじゃ終わらんぞなどと電話し金を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂の疑いが持たれています。中山容疑者はお金を貸した覚えはないと容疑を否認しています。県警は今日午前暴力団による組織ぐるみの犯行の可能性が高いとみて福岡県久留米市の指定暴力団同人会の事務所を家宅捜索しました。被害女性は中山容疑者とは知人ではなかったもののおよそ50万円を借りていたと話しているということで警察が経緯などを調べています。